ファンの祈り通じるか、打ったー、捉えたー、どこまで行くか、この打球斉藤なんと見てました、大崎今シーズン第18号は逆転ツーラン。苦しかったこの打線、振り真ん中でした。打った瞬間です、思いをすべてバットにぶつけました、牧の一振り。飛ばした打球はライトを襲う、ライトを襲う、下がっていった、見上げた、飛ばした、一発だ、ホームラン、1点を返しました、ベイスターズ。飛ばしたの今シーズン第5号のホームラン、ライトスタンドに飛び込みました、1点を返して5対1、これで4点差としました。ソロホームランでありますが5対1、まあ、青柳の真ん中引き目あたりですかね。でも通った打球はライトへ落ちるヒットだ、さあ2人帰ってくるか、2ランナーもホームへ帰ってきました、勝負強い大和のタイムリーヒット。三塁線破っていった、1人帰ってくる、牧秀悟のタイムリーが出ました、ベイスターズ1点返しました、3対1。痛烈、伊藤将司が取ってから一塁は送球それた、三塁ランナー帰っています、3対2、1点差。いい当たりだ、ランナーのレフトスタンド、外の一発、2点を返します、ベイスターズ。弾丸ライナーでレフトスタンド突き刺さりました、4対2になりました。真ん中高めに入ってくる変化球でした、フォアボールを取りました、そしてその後外に一発が出ました、この当たりはセンターレフト、ドボリバックしていって、これもいったー、2者連続ホームラン、8月好調の大谷、一発が出ました、1点差です。大谷も一発ホームランが出ました、いやちょっとバットの先のように見えましたけども、よく伸びました。上げてライトに上がったフライはライトがゆっくりと下がって、ジャンプは止めない、同点に追いついて、そして打ったバッター三塁に行きました。ランナースタートを打っていって、右中間がヒットになった、間破ったスタートを切って、対象ランナーは二塁三塁を回った、牧のタイムリー、ツーベース、5対4。いい当たりだ、ひとかった、さあ、次のランナーは三塁を回った、回った、ボール返ってきましたが、タッチが抜ける、大田大志、今日3本目のヒットのタイムリーです。バントしました、ピッチャー取って、セカンドは見ただけ、送りバント成功です。バッターあたりはセカンドが、おお、飛び出してきた、そしてセカンドランナーが三塁を回った、ホームに帰ってきた、一気に関根がホームまで帰ってきました、7対4になりました、記録はヒットです。ランナーがスタート、
キャッチャー投げられません。林盗塁成功です。いいスタートでした。キャッチボール、パスボールでランナー二塁痛烈、宮崎が打ちました。レフト線、佐野がゆっくりとホームに帰ってきました。ベイスターズ1点を先制。初球打ち、牧の打球も面白い、落ちそうです。バウアーが帰ってきました。2点目、これもうまく合わせた。強打レフト前、タイムリーヒット、見事な3連打です。バントの構えです。初球、おっと、これはついていました。ライト前、佐野が2人を返しました。タイムリーヒット、抜けていきました。セカンドランナーの佐野が帰ってくる。ホームイン、6点目が入りました。佐野、牧が今日2本目のタイムリーヒット。外も続いた、レフト前、桑原がホームに帰ってきます。7点目、うまく打った、センターへ抜けた。桑原が帰りました。牧今日3本目のタイムリーヒット。昨日ベイスターズは38試合ぶりに1試合7点という得点を取ったんですが、それを上回って今日は8得点。打ち返した、セカンドグラブは弾きました。ショートがバックアップできましたがボールを取れません。三塁ランナーホームイン、強打セカンド強襲タイムリーヒット。ベイスターズ1点先行しました。1対0、5メートルぐらいでしょうか。バットした、ピッチャー前に転がした、キャッチャーは一塁を指示しています。ファーストベースカバー、セカンド高橋周平が入りまして送りバント成功。真ん中引っ張った、ライト線ヒット。三塁ランナーホームイン、二塁ランナーも三塁を回ってホームイン。ルーキー対決はルーキー林に軍配が上がりました。キャッチャーが取りました。送りバント成功で2アウトランナー2塁。青一色の横浜スタジアム、いい当たりだ、一塁間へ打った、ライト前のヒット。三塁ランナーホームイン、二塁ランナーも三塁を回った、バックホームさせた、送球がそれました、ホームイン、2点追加、5対1。満塁で4番牧がライト前のタイムリーヒット、ベイスターズ2点を追加しました、5対1です。レフトへ、同点、第17号が出ました。一振りで仕留めました。1対1、やや内に入ってくるかなというようなところでしっかりと振っていきました。さあこの打球は左中間を破っていきます。戻ってくる、勝ち越し点、2対1。三塁線、牧は一塁ベースを蹴ります。先制点ベイスターズ。
ナイスバッティング、これは1点入る。初球からさすが大和。追い込まれた、捉えたか、ライト方向へ打球伸びる、ライナー伸びた、ゴール際入った、佐野同点ツーラン、第11号、待っていた佐野のホームラン、同点ツーランが飛び出しました。ツーアウトランナーなしから強打のフォアボール、そして佐野がライトポール際な空振りもあったんですが、その後綺麗にここは振り抜いてきました。その おうまく転がしたんですが、二塁は投げません。送りバント成功です。引っ張っていきました、レフトのヒット、さすがランナーは三塁キャンバスを回ってくる、バックホームからいいボールが返ってきて、タッチはどうか、マルコでセーフ、ホームイン。山本も好走塁、太田タイムリー、ゲームエディスターズトップランからまずは1点を先制しました。思い切って引っ張っていきました。おっとレフトに上がった、ポール際、打球はどうか、ポールの右側、ポールに当たった、ホームラン。外の一発が飛び出しました、効果的な追加点、鮮やかに捉えました。外、先制、そして今度はこの追加点、外の一発です。これも高めに来たボールを逃しませんでした。この打席でもよくフォアボールも、ね、選んでボールも見ていましたので、その雰囲気というのは十分にあったんですが、今度は見事に仕留めています。